凸ではなくてポコってなってるからポコ、乳首とポコでチクポコだみたいな。ノーポイントインナーっていうもので、クールビズの時に男性の NG ファッションって、乳首がこうポッコリしてると、女性にかなり嫌われるというようなものを解決する商品を今回作りました。胸の部分に網目というかメッシュの生地になってまして、まあ、そこを我々お部屋って言ってるんですけど、お部屋にこうチクポコがこう入って出ないっていうような仕組みにはなってます。かなり生地がこう薄くなりました。の高さだとチクポコが完全に収まりきらないというところがありますので、加圧をかけるような形で乳首をこう潰す、高さをこう低くするというような仕組みで、ここのお部屋に収まるような構造を今回開発しました。なんか他の人に比べると結構大きめだったね、乳首が。分厚い T シャツとか着たんですけれども、ぽっこりはこう治らない。ああこれやべえなと。いつかこうユニクロさんとかグンゼさんがなんか作ってくれるんじゃないかと思ってずっと待ってたんですけど、これは自分で作らんともう分かんのかなみたいな。3年前これを素肌で着た時に、あれこう出てないみたいな、あこの構造やと思って、じゃあこれで一回ちょっと作ってみたいな。イケメンだったら許されるんじゃないかと思ってですね、きっと、まあ、話はできるけどなんか一緒にご飯とか行こうって言われたら行かないっていう、もっと俺やばいじゃんみたいな。乳首を金にするやつ初めて見たよみたいな感じになってですね、共感をしていただける方はやっぱメーカーさんとか結構あってですね、ちな商品でそんなに市場は大きくないとは思っていたんですけれども、中国の方とかこれ欲しいってお話をいただいたり、ある程度手応えはありました。胸を張ってこう歩ける、チクポコを気にせずに行動できるっていうところが、まあプラスのところ、ネガティブなマイナスの部分をこうゼロにするっていうところと、あとそれをプラスに持っていくような商材を今後扱っていこうというふうに考えています。